1827年5月16日、コールマンは、ニューヨーク州リッチフィールドスプリングにおいて誕生した。コールマンは後に、ケンタッキー州へ移り、教職に就いた。コールマンは1849年にルイビル、大学法科大学院で法律の学位を取得した。その後コールマンは、ミズーリ州へ移住し、農園を開いた。1855年、コールマンは、 農業の専門誌バレエファーマーを出版した。コールマンは新聞の刊行により、ミズーリ州の農業界で著名な人物となった。南北戦争の間、コールマンは新聞業を中断し、ミズーリ州民兵に所属して北軍に加わった。終戦後の1865年、コールマンは農業士コールマン、エスルーラルワールドを設立し、出版業を再開した。 コールマンは政界へも進出し、1875年から1877年まで、ミズーリ州副知事を務めた。1885年からは、第1次、グロバー、クリーブランド政権で農務局長を務め、農務省創設のキャンペーン活動を行った。そして1889年に、農務省が設立されると、初代農務長官に任せられた。コールマンは、 クリーブランド大統領の任期満了までの1ヶ月弱しか、農務長官を務められなかったため、上院によるコールマンの農務長官承認は行われなかった。コールマンは1911年11月3日に死去した。コールマンの遺体は、ミズーリ州セントルイスのベルファウンテン墓地に埋葬された。ありがとうございます。